ヤガチャガチャンネル。あーえー、よいしょよいしょよいしょ。でこれがくっついたから、次にあの板をよ板を横にして、そこでじじじそうそうそう、あのちゃんと右の電気が来るところのあたり、あ電気通すのか向こうに。でまたもう一枚出して右側に出して、うわっやばい、そんなところにやっぱ電気工事って危険なんだよな。怖いんすよね。あいよ、で問題はどかしてみて、それどかして消えるのが一番怖い。一回それをなんか下とかに離して、ほらね、だから登るセクションと分けて考えなきゃいけないから、真ん中のやつを一回取っ払ってもらって、でその状態で一回くっつけてもらって、また、はい、大丈夫ですか、死にません、大丈夫大丈夫、で抜けて、でこれでリスポン位置更新するから2人は自殺する。電気にぶつかる。元気に電気にぶつかったね今ね。ああダメです先生。じゃあまず一回こっち側来て、そこでタロちゃんはそこでジャンプし続ける。うん、いきますよ。でそのビッてくっつけた瞬間にトモシも、あ我々が下手なのか。待って、もうちょっと上にしてこれぐらいでいけんじゃないかな。まあ、登れるかどうかの話だな、これ。よいしょ。で、あ、違う。よいしょ。で、よいしょ。いきまーす。はい。ダメだ。わしゃー、もうダメだ。すまんなー、先に真ん中の板一回浮かせるじゃん、なんか適当に浮かすじゃん、はい、で、そこ登るじゃん、うん、よいしょ。で、板って途中でさ、動かしてる状態でさ、キャンセルできなかったっけ、移動を。あ、落とせばいいのか。落とせばいい。それ横にして、あ、横にして、で、離して離して、離し終わったらすぐに右側にジャンプし続ける。ジッちゃんも飛ぶ。あ、いいねー。やった。フクロウまだオルゴールに集中している。でも悪いせいでフクロウ追ってくる。急に読むのやめちゃった。フクロウさん、あなたのことは傷つけやしないわ。私のオルゴールを守りたいだけなの。じゃあ奥にいるフクロウ見ちゃった。あの人たちは私の家を壊し、あなたが初めて見ている素敵な夢を終わらせるつもりなのよ。ひどいと思わない？ひどい、ひどい、ひどい。あ、しんど、危ないね。これお菓子の上がいいよ。お菓子に乗らないと。美味しそうなんだよな。最初の仕掛けの逆かな。板を下にくっつけて上に上げてく。上にあげる。三田太郎さんそこにいると。あ、失礼失礼失礼。で待ってくださいね。そう、ちょっとそう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 しといて、で、また板くっつけてもらって下側に、で、上側の糸をどかしてもらって、ね、そう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 、おこれで通れる。あ、止まった。あぶねこれで通れるんじゃない？え、飛べる？あ、待って、いた、それね、多分板を挟まないと当たれないかも。あ、すごい天才だ。ごめんごめんごめん。面白いことになった。はあ、デブ焦った。デブ焦った。で、およいしょ。ビリビリボールが落ちてくるから、あのボールを避けて、急にナチュラルボンアクションじゃん。やだ、うーわ、あいや、あー、うわー、いけたぞあとデブクリア。そうでしょう、そうでしょう。やべ、ジジイ待ちの時間がある。え、見て、この生クリーム、生クリーム生きてる。生クリーム、生きた生クリーム見たい、待って。目パチクリしてる。目ついてるね。え、なんで。お菓子に命が宿り始めてる。え、なんでなんでなんで。
頑張れ。頑張う。おじいちゃんの姿が見えない。よいしょ、うーん、よいしょ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 。あ、来た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 、ほら、この生クリーム。あ、かわいいね、かわいい。お目々がかわいいね。かわいい。さて、どうしたもんかな。さて、あの的は何なんですか。下側の青いブロックが右側に移動するんですよ。あー、なるほど。でもあれやべえやつっすよね。あれすごいやべえやつ。くっつくやべえやつになるの。くっついてビリビリ。くっついてやべえやつになるの。ただ、登るルートがそっち側しかないので。登る。あっちに行ってどこに乗るん。電気止められる策を考える方が妥当。上に行くん。まあ、上でしょうね。どうして。そうだよね。全部死ぬ。あれ死ぬ策だった。ごめんごめん。なんだこれ。バウンドボールか。先生、あの上にバウンドボール出してもらって玉乗り状態で行けば。バウンドするだけなんですよねそれ。あ、バウンドボール使えねえな。バウンドボールは帯電しないんで。乗るか。乗れないんだっけ。多分無理だと思うんだよね。ちょっと行ってみまーす。そうでしょ。行ってみまーす言うて。あ、楽だ。ちょっとじゃあなんか足元に置いた方がいいかな。右側の違うな。もう出ないんだよね。だバウンドボール消してもらって、板1枚出してもらって。はい。で、左側の帯電してるビリビリの、ビリビリの、あの板の、板の上側のビリビリしないとこら辺に持ってってもらっていい？そう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 。関数字の2みたいにする感じだね。関数字。もうちょっと右。そうそうそう、もうちょっと右側ぐらいがいい。待ってくださいね。待ってくださいね。頑張れ。これ。あ、で綺麗な方がいい。え？あ、だからまっすぐ。そう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 、あの傾かせる必要がないから。はい。あ、だから横にしてもらいたい。あ、横にしたい。はい。そう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 。待ってください。あ、この辺です。そう、オッケー、待ってね。で、浮かせることはできたんだよね。で、これで乗ってても、あれ、下げれないんだっけ。もう乗ってると下げれない。なるほど。じゃあ一回これで下げてもらって、待っててね。待ってね、待ってね、待ってね。タラちゃんいいや、実験でいいや。タラちゃん乗ってて。右側、右側、もっと右側で、ともし離す。もう離れてる。オッケー。で、それなんか掴むとことかなさそう。三田太郎さんが離れたら掴める。板がね。ただ、よいしょ、ちょっとずつかな。あー、でもそこまで行けたら右側の板浮かせれば行けるか。行け、あれ、そうそう、それを浮かせて足場作れば。で、タロちゃんはそれ普通に登ればいい。何、ご利用しの方、固定できないから、うん、くっつかないから、ご利用しでもう上乗ってポンポンってすぐ飛ぶ。飛びます。おー、すごい。これ頭がいい人がやるやつだ。だから先にトモシを連れてった方がいいに決まってるから。頭がいいかな。だから、だとしたらあれ右側の方が先。右側をそう横にしておいて、待ってくださいね。そうで上に乗る。めっちゃ美味しそう。でもうちょっと下げれるんだっけ。下げられます。そうで限りなく下げた状態で乗っとく。いや、これむずいぞ。むずいぞ。で、右側の板を、うん、もう取っちゃう。そしたら動くから、もうちょっと。で、それを立てる。ジャンプが届きそうなギリギリのところに。で、そこで、無理やり。いや、無理だって、これ絶対無理。これ何回かやってるやつだよ。もうちょっとしちゃない？
ジャンプの高さと合わせれば、縦の板って一瞬よじ登るから、もう右入れながら A 連出せたら多分登れる。高さが合ってれば。もうちょっと低いんじゃない？うん。あ、もうちょっと上。そう、今の要領。あ、もう行った！じいちゃん、上いる！こっち来るか？来ない。いや、でももう、どうでもいい。あ、これどかして。ちょ、あー、やべ、やった。とんでもないことした。どうしようかな、どうしようかな、とんでもないことしたな。何を？すっごいやらかしたんだよね。嘘。一回左の、あのね、うん、それだと左側じゃない？そう、右の板どかしてもらっていい？右の板もういらない。届かないから一回じゃあそれ浮かし続けててくんね。はい、一番真上に。真上に。ああ、待った、どうしよう。やらなきゃいけないことは分かった、ごめん。この板とこの板、はい、どかして。ちょっと待ってください。多分ね、右下から落ちたらリスポン位置上なんだよ。待ってくださいね。だから穴が塞がってると、穴が塞がってると、その上で死んじゃうからリスポン位置が変わっちゃうんだよね。なので、あのね、今掴めないな、そこ。一回左にやってもらえたら掴める気がしたんだけどな。いや、板出しまくって。あ、消しちゃえばいいのか。うん、でもどんどん落とす。そう、開けた。で、ともし、はい、板を縦に出して立って、はい、もうちょっと下、そこらへん。あー、そんなに下じゃない、もっと上、あの、はい、左側の壁の高さと合わせるぐらい。はい、で、もうちょっと左。はい、もうちょっと左いける。はい、いけるかな。はい、やったー。おー、すげえ、なんだゲームシステムの穴をついたみたいなツイッそんなことまでやんのだってほら、トモシが落ちたのに上行ったから。なるほどね。右下に落ちれればよかったわけよ。なるほど。あ、違う、持つ方違う、こっち。あのね、なんかそのもしかしたらだけど、見てる人の中ではもうちょっとパズル解けよって思ってる人いるかもしれないけど、こっちからトライン2から無理やり登ってんだわ。ゴリ押しゲームだよ、これ。今更真面目もクソもねえんだわ。うわ、落ちた風船に乗れると思ったのに。あれ邪魔だね。ああ、それだけでいいんじゃない？あ、沈まないように乗っていけば。危ない、怖い。ちょっと待って。おい、ケーキだ。いいでしょ。ここ美味しそう。かわいい。お腹すくな。すごい、かわいい。全員乗って。ふわふわだ。あ、はい、なにこれ。これがね、多分これ。ごめん、ちょっと危ないかもしれないんだけど、ちょっと試します。バリバリだ。何かしらの方法で回せれば、多分右側に行くんじゃねえのかな。なんかちょっと動くよね。回ってる。そう回るから、それ回していけば動くはずなのよ。すごい地道な作業。わー、あ、これぐらいだったら回らないか。ん、うん、でも車輪向き的に考えるとそれ合ってる。そう。よいしょ。お、でも同じところ自転してるな。何を回してるんですか今これ。分からん。これなんだ。はてなはてなはてな。これはなんだ。もう一枚つなげてみるか。この仕掛けの構造の意味が。おっとっと。いや、一回、一回、はい、板を一枚出していただいて、はい、立てていただいて、はい、もっと上、はい、もっと上、あ、左の壁と合わせるぐらい。はい、そう。また、ね、またやるのか。いける気がしないこともない。
もう一回お願いしていいですか。はい、でもうちょっと右側でお願いします。サンキューです。そこら辺ですね。はい。はい、あ、いけないこともないこともない気がするんだが。残留試練が今。どうしたらいいんだろう。こうして。お？なんだそれ。なんだこれ。プラン。と待って、ちょっと待って、今気づいたけど。はい。今のってことはコリジョンそこにあるんじゃないの？コリジョン。ほら。お、本当だ。コリジョン。そう、ヒット判定ってこと。これがコリジョンか。要は下とキャラクターにコリジョンがあるからみたいな。なるほどね。でそうなると今これだと逆さ的に登れないから、うん、あ、はい、あ、はい、 OK です。それ横にしてください。はい。で、もうちょっと左上ぐらいな、そこら辺ですね。お待ちください。はい、はい。で、床ができたので、下の板を1枚消していただいて、あ、下の板を1枚どかしていただいて、下の、あ、ごめん、殺した殺したわ。なるほど、3枚出るんだよね。出ます。あー、なるほど、そこにいてください。もう、あ、ごめんなさい。はい。で、もうちょっと下。はい。もうちょっと下。はい。オッケー。はい。待ってね。違う。違う。あー、サンキュー。そのままにしておいてくれると助かります。はい、違う。で、この状態で板をもう一枚出します。はい。で、それを立てかけます。で、で男登りっす。男登りってなんか。行くぞー。初めて聞いたんですけど。行くぞー。それ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 。わかりました。これのぽい本当に初めて聞いたんだけど。ただここで問題が1個あれですね、どっかで板出し間違えてて留め具になってた板が消えちゃってますね。はい。なのでその板どこまで下げれます？俺の足より下まで行きます？横にしていただいて通していただいて、俺の下をで斜め下にしていただいて、あ、なんかビビビビビ、そうそう。でもうちょっと右かな、要はそこと、はい、これと、あ、はい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 、それがガッチャンコしてるから、あ、でそれも左側のやつに青くくっつけないと落ちちゃうんで、そうそう、上げるためには片方の土台がしっかりしなきゃいけないから、下のやつがビリビリかつ青いくっついてる状態にならなきゃいけないのよ、磁力で。見えない見えない。くっついてる？来てないっすね。今来ましたが、上のやつが死んだので、そうっすね、ちょっと待ってね、違う、こうして、で、あー、死ぬわ。で死んだな死んだの見えたな。いや、そしたら板出して、普通に板出していただいて、はい、あ、そこらへんっすね。え、これってさ、俺が制御権奪ったらどれぐらいで次の板出せんの？どれくらいで？あ、それ出しといて。はい。あ、そういう感じ？はい。で、おー、まだ目玉、メカフクロウはかなり夢を見るのが上手なようだ。こういうのは単にワッフルが私の好物かもしれ、好物だからかもしれないが。なんだって？なんだこれ。あー、そういうこと？ただ登んの？そのしがみつけた高さだから、ブロック下2個出しといて。はーい。で、そしたら、え、なんでお前さっきくっつけてたの？わからん、執念。このティラミスどかせないのかな？お皿だけにできないのかな？お皿、これを使って、そう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 。で、今動いてるティラミスのところに重ねるようにして。ほら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 、動かねえな。なんだこれ、挟まる。お、あ、いいっすね。そうっすね、そうっす先生。あ、せ、乗り遅れた。おじちゃん、もうダメだ。あ、でもいい感じで階段になってるから。うわー、やめて。でも行けたわ。
なるほど、ね、うぅー天の際ではで、ボスか袋いるかもなんもないね、お水飲もうと水、あれを見ろ、オルゴールだようやくね、あんなもののためにずいぶん苦労させられたわあんなもの、どうやって壊そう袋、考えがあるちょ、バレてんね呪いの曲と楽しすぎる夢が詰まった邪悪な箱覚悟、服、えあいやあいやまたれい私は家を失ったけど、まだ負けちゃいないわあんたたちのおかげでもっといい場所に移る決心がついたあいつを殺すコロメリアス、あのオルゴールを見つけた子ほうえ、終わりいや、終わらぬのではあと1ステージあった感じあったあ最後にあの楽器をぶっ飛ばすんかワンワンおあ、いい袋を頭脳起動サムズアップイエー生徒たちの中でコーネリアス・クラウスティードだけはまだ眠り続けていた清掃係とあの火を吹く紳士マーベックについてはどうお考えですか任務は掃除をしていたから劇には参加できないそれにマーベックはやるんだ読まないと思って初の初演劇の初演には腐った卵とトマトを持ってるとにかくコーネリアスが見つけたオルゴールからメロディーという謎の精霊が解き放たれた天体アカデミーの生徒たちに夢の呪いをかけたのはメロディーだったのだメロディーって誰だっけさっきの青いやつ青いやつかやっぱ青いやつがバカそしてコーネリアスは真っ先にメロディーの呪いにかかってしまったのだあの子行く反省させないとなそうラストなんすよねラストだからちょっと行くかどうかちょっとどうしますあでもあー待ってあー最後普通のステージですねボスだけかなと思ったけどまあでもなんか時間的にまだ行けるから行けそうだったらバッてもうクリアしちゃえばいいのでははぁわぁわぁ行きましょうはぁわぁわぁわぁオッケー頑張るゾイ生徒たちの中でそれはさっき喋った新しい家族の肖像画をくれるのありがとう父さん、お前は本当に賢く立派になったからね母さんと私の誇りの息子だよ大げさだよめっちゃ夢見てんじゃんうわ怖っもうやめろキャベツキャベツだ呪いを解いてメロディーを消す魔法を思いついたかもしれない本当それにはまず金塊コーネリアスの髪の毛それにメロディーの持ち物が必要だ金塊の金塊が大変ではまずは金塊と髪の毛ねてえ誕生日プレゼントに入学のための切符も予約しておいたぞわほら本当にずっと旅行などくだらんって言ってたのにでもお前の望みなんだろ大事な息子のためだああの水をあれにかけるんですよ悲劇というか茶番劇というべきかともかくかわいそうねそう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 いいっすねいいっすねいいっすねいいっすよ何してんのかこれで水届かない何して今までの原理今までの原理使うんだったらこっちは動かないね今までの原理は通用してないなこうするとそうなるのこうするとあれ待ってねうんえ、OK ともしに伝わるかわかんないんだけどうん、まずここで水を受け入れるじゃんはいで水がタラちゃん一回どいて結構めんどくさいこれ今水がさはい帰ってくるじゃんねはい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 で帰ってきてるなと思ったらここからまず離すこいつをはいで上に持ってく視点を上にしたら上から水しぶきが出るじゃんあ、待って一回そのままにして今これわかる、はい、わかるわかる左と右に同じ高さだけ動いてるじゃんはいってことは左の一番上に行ってる時に左の土台を下に落とせばそれだけこの水っていうのは落下点が増えることになるじゃないはいそこから下げて受け止める変わんねえんだま変わんないね今までずっとその法則でやってきたのになんで水だけ変わんねえんだ殺すぞ
しょうがないわこれは。そうそうそう、タロちゃんのその法則なのよ。入った高さから出てくるっていう法則があったから。あいた。ごめん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 。あれ待って、これさ、三田太郎さんがさ、行ってさ、立ててピョーンって。え、てかさ、これさ、どこまで動かせんの、うん、これ高さしかないの。えあ、この右の柱から右には行けないの。そうね。あ、なんか、お水行ってはいるんだけどな。あ、蓄積されてないお水。いやー、ゲージは溜まってないね。あまりに微量。ダメだ。あ、もうちょっと右で行って真上に。あー水遊びしてる。こう待てよ。水が飛び散ってる。うーん、すごい飛ぶじゃん。あのさ、はい、あ、一回タロちゃん真ん中来て。真ん中、あの、そうそう、止め、止まって止まって。で、水出すじゃん、もう一回。はい、ずっとそのままでいい。トモシ、こっち側で板出せないの。出せるんじゃないですか。で、板でさ、すくってさ、あの、失敗してる。そうだ、真横にする。で、一回左側とかなんかどかせられるところに移動して、で、そこからその右側から出てきてる水を下からすくい上げて。難しいこと言うじゃん。多分真横の方がいいと思うよ。あ、そうそう、いや、てか、あの、変に動かさなくても多分だけど、このゲーム水上で残るから。残る。横に G をかけなければ。横に G をかけない。そうだ、例えばだけど、そうそう、その状態で、そう、あー、蒸発するんだ、一定の時間で。そう、そのまま右に傾けたら足りるんじゃねえかなってなんとなく思ったんだけど。上下しまくる。上下しちゃうと多分物理演算働いちゃうから、その状態で右下の右側に、よう、時計、なんだっけ、時計回りに90度とかやって。量の問題か。待ってください。言ってることってこういうことじゃないの。そういうこと。多分足りないかもね。待って、確認なんだけどさ、はい、そもさん、この板は真ん中を突っ切れるんだよね。真ん中、この白い柱。お、魔法使いじゃないから何が何に引っかかってるのかが分かんねえんだよ。んそのバウンドボールって右まで来れんの。なるほど。ってことは板をさ、ここで横に出したらさ、下のワープゾーン関係なく右側に水持ってくこともできるってことだよね。うん、そのままそうしてたらそっち側に来るってことだよね。はいはいはい。タロちゃん一回ごめん、止まって。なんで、あの、あー、そっか、水自体はそこでずっとバタバタやってるから湧くんだ。それなんとか固定できないかな、その板。待ってね、あの、関係ないわ。ね、あー、わかった。え、わかった。そのままもっと上。はい。で、今これでまずもう右斜めに向かって水が出る流れは確定できたでしょ。はい、はい、で、タロちゃん、あ、光の盾って上に打てない。そのもうちょっと右のところで、そこでもうちょっと右上に向かって、
右、そうで、なおかつ落水場所は下のその穴になるようにする。あ、もうちょっと左かな。光の盾？そうそう、でそこで光の盾撃てる。するとまずそこまでいけるでしょ。何あれ、ん、なんか今ピシッと、あ、なんか本当はこの下でこぼれてるのなんとかしたいんだけどな。このさ、板でさ、はい、一回今さ、下にさ、こぼれちゃってるやつさ、あの光の壁のところで持っていける。うーん、あーでもそんな感じ。やりたいことは近しい。もうちょっと上でも行けたりしねえかな。ん、待って、入っちゃうんだよな、ポータルに。ポータルに入るのはいいのよ。あのポータルって右のポータル、あ、右のポータルってことだったら、右のポータルは左のポータルだから。これをこうしたいってこと？どうしたい？そう、今ね、下にこぼれてる分をなんとかしたいだけなの。こう？これなんで下にこぼれてるんだ、そもそも。あ、蛇口から出てるやつじゃない？あー、蛇口だ、無視していいのか。うん、無視していいんだったら、この状態で、どうしようかな、次。板出せる？あー、ごめん、その板さ、こっち側に持ってこれる？はーい。で、真横にしてもらえる？はい。もうちょっと下かな？そこらへん。あ、もうちょっと下、ごめん、そこらへん。わがまま言ったらもうちょっと下ぐらい。はい。さ、あー、ま、よいしょ。で、調整すりゃいいか。なんで急に水の量が減った？水いっぱいこぼれたから。ああ、俺があれか、変に蓋したのか。もうちょっとこれ短くしたいんだけどな、紐。こうすりゃいいのか。タロちゃんさ、左側に行っといてもらってさで、なんかあの俺の板の上乗れる？で、その左側のところで今からこれ落としてもう一回上げるから、もうちょっと上にさ、もう一個そこから右上に持ってったら届くかな。うん、あ、いや、俺も俺足場内やってるから、そこからさ、もうちょっと、あっあー、難しいな、なこれ。あ、ごめん破壊。なんか俺めんどくさいこと考えてるかな。わかんねえ。水か。めんどくさいこと考えてるか。ちょっとこれどかしてさしてもらって、もうちょっとこれさ、あ、でタロちゃんごめん、光の壁も取っちゃっていいや。取れんのこれ？どうやって取るんだろう。え、じゃあこっちの何もないところに壁2個出して。よいしょっと。で、ともしさ、この水が出るポータル、はい、半時計回りに70、90、1回回すじゃん。半、あ、1回で90度、そう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 。で、あー、やっぱりそれでも拾ってたまにプ、それ、あー、最高の、なんか今ちょっと最高の場所だったね。もうちょっと下だね。そう、その、そうするともうそれでガーだから、うん、で、その状態で、木の板、ちょ、よいしょ、木の板 もらうわ。で、タロちゃん、はい、これの上乗って。よいしょー、待って、ありがっ。で、そこから光の盾、ありがっ。光の盾が普通に立てていい。わちょうどいいところ、角度的に。そう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 。ナイスです。すごい、よし。あ、わあ、どこ行った。だだだだだ、うわ、長かった。なんだこれ、あ、大きいのか。つけて、板がずっと回ってるよいしょ。なんか電撃使う人いる？なんかいるかも。あ、またお前いんのか。殺せ
あーナイスナイス。あこっちか。明日行っちゃった。あやべ。おいナイス。うぇーで、これでまたまたまた。あとりあえずこんなん死じゃん。